ナちゃん。何読んでるの？あら、ナナ、テンペストの戯曲よ。あ、それ、私も読んだことある。舞台はまだ見たことないけど、大気の精霊にテンペストを起こしてもらって、自分を陥れた犯人に復讐するっていう始まりだけど、最終的にその人たちの罪を許して大団円で終わるのよね。そうなの。シェイクスピアが一人で書き上げた最後の作品。彼が劇作家として至った境地とも言われる舞台ね。筋書きは好きだからずっと見たいと思ってるんだけど、機会がなくて。じゃあ今度一緒に見ましょう。シェイクスピアのエピソードはその時に話すとして、何か用事があったんじゃないの、ナナ？読書中に話しかけちゃってごめんね。でもそろそろだなーって。そろそろってバレンタインデー。あ、今年もそろそろ作る準備に入るから、ジュンナちゃん食べたいチョコとかあるかなって。今年も作ってくれるの？もちろん。今年も一年お世話になったし、そのお礼も兼ねて。嬉しい。去年のメガネチョコ、見た目も味も最高だったのよね。お粗末様です。今年もそれにしようかな。でもナナが作ってくれるんだから、バナナチョコなんてのも食べてみたいかな。ほほう、バナナチョコですか。なるほどなるほど。そういうの簡単に作れるものなのかどうかわからないんだけど。バナナチョコね。ショコラティエのバナナにお任せ。あ、でも無理のない範囲で作ってね。私はナナにもらえるだけで嬉しいから。私もジュンナちゃんにリクエストもらえて嬉しかったから頑張っちゃいます。それじゃ、読書の邪魔しちゃってごめんね。バレンタインデー楽しみにしてて。へえ、わかったわ。バレンタイン、そういえばもうそんな時期なのね。今年もナナの手作りチョコが。あ、そうだ。私もナナにはお世話になりっぱなしだし、手作りチョコ渡したいな。でもナナってどんなチョコが好きなのかしら。そもそもチョコってどうやって作るの？わからないことばかりだけど、でも私がバレンタインデーに手作りチョコを渡すなんて夢にも思ってないだろうし。喜んでもらえるかな。喜んでもらいたい。うん、決まり。今年はナナに手作りチョコを渡すわ。となると早速チョコ作りの練習よ。お菓子作りなんてほとんどしたことないから不安だけど。ううん、ナナに感謝の気持ちを伝えるためだもの。絶対にやり遂げてみせるわ。それじゃ、買い出し行ってきます。行ってきます。ええ、気をつけてね。寮からみんないなくなるなんて、チャンスの女神が私に微笑んだに違いないわ。早速チョコ作りの練習を始めるわよ。まずは調理器具と材料の確認ね。計量器一式、包丁、お鍋、泡立て器、そして板チョコ。よし、完璧よ。じゃあまずは。忘れ物。カグラさん、なんてタイミングで帰ってくるのよ。チョコレート？それじゃ。ちょっと待って。何？黙っててほしいの、今見たこと。なぜ？私、ナナに渡すチョコを作る練習をしていたの。バレンタイン近いでしょ。ナナへの感謝を込めて手作りチョコを。びっくりさせたくてサプライズで。だからこのことはナナやみんなには内緒にしてほしいの、お願い。おやつ作ってるだけかと。え、そう、バレンタインのチョコだったんだ。バカ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 、私何余計なことをベラベラと。勝手に墓穴を掘っちゃった。みんなには言わない。あ、え、その代わり私にも作り方教えて。私も
カレンにチョコを渡したい。カグラさん、それはいいけど、私教えられるほど上手じゃないわよ。じゃあ一緒に作る。一緒に手作りで。一人より一緒ならなんとかなる、多分。なるほど。カグラさんにそこまで言われたら断るわけにいかないわね。いいわ、一緒に作りましょう。カグラさん、お願いします。星見さん、私も頑張る。じゃあとりあえず今は早く戻った方がいいわ。そうね。じゃあまた。カグラさんと一緒にチョコ作りか。大丈夫かしら。ううん、考えてる暇はないわ。今は一つでも多くのチョコを作って、研究あるのみよ。カグラさんに教えながらだもの。これは責任重大だわ。はあ、今日のレッスンもハードだったね。ふくらはぎパンパン。さっきのグランパルシャとても綺麗だった。踏切も着地も。おー、ひかりちゃんに褒められた。体幹を鍛える自主練、頑張ってたものね。うん、そうだ、頑張ったご褒美に寮に帰ったらバナナスイーツを食べるのだ。晩ご飯が食べられなくなって真昼に怒られる。大丈夫だよ、バナナが作ったおやつは別腹だから。今日は何かな、マフィンかな、チョコケーキかな。あ、チョコで思い出した。ひかりちゃん、もうすぐバレンタインデーだよ。あれ、ひかりちゃん聞こえなかった？そろそろバレンタインデーだよ。そう。そうですよ。今年はひかりちゃんともチョコの交換できるね。去年はまひるちゃんとしたんだよ。まひるちゃんのくれたチョコ、可愛くて美味しかったな。そう。ね、ひかりちゃん、どんなチョコが欲しい？いらない。え？チョコ、いらない。なんで？なんで？ひかりちゃん、チョコ大好きだったよね。この間も寝る前にミスターホワイトチョコ食べてたよね。それは。それは？先に戻ってる。え、ひかりちゃん、ちょっと待ってよ。どうしちゃったんだろう。チョコの食べ過ぎで太っちゃったとか。それじゃあ次の単語ね。サープラス。あー、なんだっけな。サープラス、サープラス、あ、表面だっけ。それはサーフェスね。サープラスは余剰という意味よ。ああ、そうだそうだ。くー、あと一問で全問正解だったのに惜しかったわね。似てる単語が多いからごっちゃになるんだよな。英語って難しいよ。あ、いたいた、ジュンナちゃん。あら、どうかしたの、ナナ。あのね、昨日キッチンでチョコレート作った？え？削ったチョコのかけらが落ちてて、ボールと温度計の場所が変わっていたから、誰か作ったのかなって。そんな、元通り片付けたはずなのに。あと、白玉粉も置きっぱなしで。知らな、ん？白玉粉？なあ、ごめん、私。チョコ作りの練習してたんだ。双葉ちゃんだったの？そ、カオル子に。今年はチョコ八つ橋が欲しいわ。もちろん双葉はんの手作りで。って頼まれちゃってさ。チョコ八つ橋？美味しそう。あれって白玉粉を使うんだ。私も調べて初めて知ったよ。八つ橋なんて作ったことなかったから。絶賛試行錯誤中。そうだったんだ。面白そう。勉強のためにお手伝いしてもいい？え、いいのか？いやー、バナナが手伝ってくれるなら百人力だよ。百バナナで頑張ります。じゃあいつからやろうか。ご飯の後か、明日の放課後？明日の放課後は、はあ、はあ、
バレたかと思ったわ。サプライズってこんなにもドキドキするものなのね。とりあえずキッチンはナナのお城みたいなものだから、練習するなら注意しなくちゃ。あ、ひかりちゃん、お帰りなさい。ただいま。どうしたんだよ、そんなに急いで。カレンは一緒じゃないのか、星見さん。な、何？作戦会議。作戦会議？まさかここでチョコの話をするつもり？あ、この間のシェイクスピアの話ね。ここじゃなんだから場所を移しましょうか。シェイクスピアじゃなくてチョ。善は急げよ、ほら早く。行っちゃった。なんだか珍しい組み合わせだな。うんうん、仲良くなっていいと思います。ひかりちゃん。あ、カレンちゃんお帰り。ひかりちゃん帰ってこなかった？カグラなら星見とどっか行ったぞ。なんかあったのか？帰り道に話してたら突然走り出しちゃったの。どうしちゃったの、ひかりちゃん。それになんでジュンジュン？仲良くなったみたい。じゃあ私も仲間に入れてよ、ひかりちゃん、ジュンジュン。ちょっとカグラさん、なんでみんなの前で言っちゃうのよ。何を？作戦会議だなんて、私たちが何かしようとしてるのがバレちゃうじゃない。あ、ごめんなさい。はあ。で、カレンと一体何があったの？帰り道、話してる時チョコの話になって、どんなチョコが欲しいってカレンに聞かれて答えられなくて、とっさにいらないって言っちゃった。そしたらカレンがなんでって追いかけてきて。で、逃げてきたってわけね。私がチョコを好きってカレンは知ってる、だから怪しんでる。なるほど。でもね、みんなの前で秘密会議なんて言う方がよっぽど怪しまれちゃうでしょ。私たちが二人で何かをするなんて、これが初めてのことなんだし。う、そうでした。どうしたらいい？カレンには嘘つきたくないし、いつまでも隠せる気もしない。そうね、私もさっきは動揺しちゃったし、サプライズを隠し通すって難しい。あ、そうよ、隠すからいけないのよ。え？さっきとっさにシェイクスピアって言ったけど、あれを使いましょう。カグラさんが通っていたイギリスの王立演劇学院、シェイクスピア、もちろんやってたわよね。やってたけど。その話題で盛り上がったことにするのよ。私たちは今二人でシェイクスピアについて熱く語り合ってる。深くて濃い話をしているから二人だけにしてねって、そういうイメージをつけておいて、私たちへの注目をチョコレート作りからそらさせるのよ。なるほど。でもうまくいくかな？大丈夫よ。チョコ作りの練習をしながら本当にシェイクスピアの話をすれば嘘にはならないでしょ。あ、この世は舞台、人は皆役者。ウィリアム・シェイクスピアの言葉よ。うん、知ってる。バレンタインデー当日までサプライズを隠してしっかり演じきりましょう。うん、わかった。ちゃんと真意が伝わっているのかとても不安だわ。でも改めて考えてみると、私とカグラさんって本当に今まで接点がなかったわね。サプライズがうまくいったら、シェイクスピアの劇についてゆっくり語り合うのもいいかもしれないわね。右、よし。左、よし。誰もいないわね。今の時間ならキッチンを使っても大丈夫よ。急いで学園から帰ってきた甲斐があったわ。チョコ作りの練習できる？ええ、でもゆっくりしているとみんなが帰ってきちゃう。手早く済ませましょう。その前に、昨日立てた誓いを復唱するところから始めましょう。うん、この世は舞台、人は皆役者。それじゃあ
チョコ作りの練習を始めましょう。頑張る。これから作るのは手作りチョコの中でも作りやすいとされるトリュフチョコよ。トリュフチョコ好き。じゃあ板チョコを包丁で砕くところから始めましょう。私がレシピを読むから神楽さんやってくれる？わかった。できた。どれどれ。ってこれただ4等分にしただけじゃない。トリュフチョコの周りにまぶすんだからもっと細かく砕かなくちゃ。キャベツを千切りにするように。キャベツの千切り、わかった。大丈夫かしら。できた。うんうん、今度はバッチリじゃない。次は鍋を中火にかけて生クリームを温めましょう。中火ってこれぐらい？それは最大火力よ。演技してる時の繊細さはどこへ消えたのかしら。はあ、これは役割を交代した方が良さそうね。わかった。私がやるから神楽さんがレシピを読んで。それならできる。ではうん、生クリームが温まったら砕いたチョコレートと混ぜ泡立て器で混ぜ合わせましょう。その際ボウルの中で円を描くように軽く爪が立つくらいの柔らかさが目安です。なんで料理番組みたいになってるの。いえいいわ。神楽さんのやりやすいようにしてちょうだい。チョコが全部溶けて滑らかなクリーム状になったら濡れタオルの上に置いて冷やしさらに混ぜましょう。待って、これじゃまだ滑らかとは言えないわ。さっきからずっとそう言ってる。なんだか気が済まないのよ。せめて気泡を潰しきるまではやらせて。あ、見て、時間。時間？え？もうこんな時間なの？そろそろみんな帰ってくる。片付けないと。でもチョコを冷蔵庫に隠したら絶対見つかっちゃう。でもまだ途中でドロドロ。どうしようどうしよう。そうだ、飲みましょう。口に入れちゃえば証拠も残らないわ。え、これを？神楽さん、チョコ大好きなんでしょ？だったらいけるわよね。どんとこい。じゃあ半分こ、いただきます。うん、美味しい。はあ、甘くて気が遠くなりそう。はあ、でもなんとか証拠隠滅できたわね。はあ、でもこれでまた振り出しね。こんなんじゃバレンタインデーに間に合わないわ。大丈夫、頑張れば間に合う。え？カレンに喜んでもらいたい。カレンのためならどんな苦労でも楽しい。楽しんでやる苦労は苦痛を癒すものだ。ウィリアム・シェイクスピアの言葉。 あなたもそうでしょ？だから一緒に頑張ろう、星見さん。言ってくれるじゃない、神楽さん。その通りよ。取り乱して悪かったわ。そう、シェイクスピアの言葉の通り、私もナナのためならどんな苦労だって何度だって超えていってみせるわ。頑張りましょう、神楽さん。渡す人の笑顔のために。うん。確かこのお店にあるはずなんだけど。あ、ホワイトチョコレート発見。ホワイトチョコレートトリュフ、いいかも。ダーメ、今日買いに来たのは普通のチョコじゃなくてこっちのクーベルチュールチョコレートなんだから。練習用ならただの板チョコで十分だけど、やっぱり本番では成果用のチョコを使いたいものね。普通のとどう違うの？カカオの含有量が高いからきめ細かくて美しいチョコが作れるそうよ。味もだけど、やっぱり見栄えがいいものを贈りたいでしょ？うん、カレンを喜ばせたい。贈り物をするときは自分より相手のことを考えないとね。それじゃあ買ってくるからここで待ってて。わかった。お待たせ。あら、何を見てるの？見て、このカフェの看板、ホットチョコレートだって。ああ、温かい飲むチョコレートよね、確か。バレンタイン限定ですって。美味しそう。うん、カカオのいい香り。あ、このカフェ
紅茶も結構あるみたい。うん、ちょっとお茶していきましょうか。目的のものは変えたし、帰ってもみんながいるから今日はチョコ作りもできないしね。賛成、大賛成。はあ、おいしい。神楽さんって本当にチョコレート好きなのね。どうして？とっても幸せそうに飲むから。チョコを探す時もあっちこっち目移りしてたでしょ。そうかも。あなたは？え？チョコ好き？うん、そうね。好きといえば好きだけど、神楽さんほどじゃないわ。じゃあバレンタインも？バレンタイン？正直あまり興味なかったわね。もらう機会もなければあげる機会もなかったし。だからホットチョコ頼まなかったの？美味しいのに。そういうわけじゃなくて、カモミールティーが好きなだけよ。それに昨日あんなにチョコ飲んだし。じゃあ、はい。え？飲んでみて。これは美味しいから多分好きになる。神楽さんがそこまで言うなら、じゃあありがたくいただきます。うん。え？何これ、想像してた味と違う。チョコレートはチョコレートなんだけど、くどくなくてすごく飲みやすい。甘みもそんなに強くないし、シナモンの香りが心まで温めてくれるような。美味しい？ええ、とっても。ホットチョコってただチョコレートを溶かしたものじゃなかったのね。よかった。でもこの味、シナモンとマシュマロ？正解。他に何が入ってるのかしら。とても興味あるわ。はい、メニューに載ってる。コーンスターチ。あ、そっか、それでとろみを。通りで味も舌触りも独特だと思ったの。こんな飲み物だったんだ。不思議ね。初めて飲んだのにどこか懐かしい。でしょ？これイギリスにいた頃飲んだ味に似てる気がする。へえ、そうなんだ。とても寒いイギリスの冬でもホットチョコレートが心を温めてくれて、カレンとの約束を忘れずに頑張れた。神楽さんの思い出の味なのね。だったらカレンへのバレンタイン、ホットチョコレートを送れば？え？飲ませてあげたいんでしょ、この味を。カレンにも。でもそれじゃあトリュフチョコが。二人で同じチョコを作らないといけないなんてルールはないわ。神楽さんが送りたい人に送りたいものを送る。バレンタインってそういう日でしょ。うん、ホットチョコレート、カレンに飲ませてあげたい。うんうん。カレンに言われたことがあるの。私がいる間にイギリスに行ってみたかったって。ホットチョコレートにイギリスの思い出を込められたら。それってとっても素敵なことよね。決めた。バレンタインのチョコはこれにする。じゃあ早速作り方を調べましょうか。このお店の味はあっちで飲んだものと全く同じ？似てるけど少し違うかも。それなら神楽さんがホットチョコを飲んだお店を検索してみましょう。レシピが見つかるかもしれないし。手伝ってくれるの？当然でしょ、秘密を共有する仲間だもの。ありがとう。決まりね。それでお店の名前は？寮から王立演劇学院に行く途中にあるクロスタウンっていうお店で。ジュンナちゃん、ハッピーバレンタイン。いつもお世話になってるジュンナちゃんへの感謝を込めて。はい、今年のチョコレートです。ありがとう、ナナ。開けてもいい？どうぞどうぞ。ちゃんとジュンナちゃんのリクエストに答えました。楽しみ。一体どんなチョコに？あら、これって生八つ橋？はい、今年のチョコレートはチョコバナナ八つ橋です。チョコバナナ八つ橋。あ、そういえばイスルギさんのチョコ作りを手伝うって。そうなの、
でも純奈ちゃんのはバナナが入っている特別仕様です。生ものですからお早めにお召し上がりください。じゃあありがたくいただきます。ほん、うん、あ、これちゃんと生八つ橋だ。上手にできてる？できてる。すっごく上手よ。もちもちした食感の中にチョコとバナナの甘みが。こんな食感予想してなかったわ。最高のチョコありがとうね、ナナ。いえいえ、どういたしまして。ジュンナちゃんに喜んでもらえるのが一番嬉しいもの。喜んでもらえるのが一番嬉しい。うん、そうよね、ジュンナちゃん。ああ、実はね、ナナ、私もチョコを作ったの、あなたに。え、ジュンナちゃんが私に？開けてもいいの？どうぞ。ジュンナちゃんが私にチョコを作ってくれるなんて、こんなの初めて。目一杯驚いてちょうだい。それじゃ、オープン。は、トリュフチョコでできたメガネ？買えるよ。確かにちょっと形は崩れてるかもしれないけど、メガネって。ごめんごめん、ちゃんとわかってます。いろんな大きさのカエルさんだ。可愛くて食べるのがもったいないよ。はじめは普通のトリュフチョコを作ろうと思ってたんだけどね、ナナに喜んでもらうならやっぱりカエルかなって。可愛いカエルですっごく嬉しい。でもこれいつ作ってたの？それは秘密。キッチン使ってたの全然気づかなかった。みんなに秘密で作るの大変だったんじゃない？楽しんでやる苦労は苦痛を癒すものだ。ウィリアム・シェイクスピアの言葉だよね。って神楽さんが。え？神楽さんに教えられたのよ。送った人が喜んでくれるチョコを作ろうって。ピカリちゃんが。私こそナナにはお世話になりっぱなしだったわ。だからその感謝の気持ちカエルにいっぱい込めたつもりよ。私の方こそいつもありがとうね。ハッピーバレンタイン、ナナ。ジュンナちゃん、こんなサプライズ予想してなかったよ。本当に嬉しい、ありがとう。ナナの喜ぶ顔が見られてよかった。このカエルチョコずっとずっと大切にするね。いや、生ものだから早く食べてね。カレン、用事って何？ひかりちゃん、あのね、ひかりちゃんとのバレンタインってもうずっとずっとぶりでしょ？うん。だけどチョコはいらないって言われたから。でもでもどうしても渡したかったから。ひかりちゃん、これバレンタインのところてん。ところてん？ひかりちゃん、あれだけ大好きだったチョコいらないって言ってたし、もしかしてカロリー気にしてるのかなーなんて思って。ところてんなら太らないかなって。だからえ、何がおかしいの、ひかりちゃん。違うの、カレン、これはねサプライズなの。サプライズ？カレンをびっくりさせたくて、準備しているところを見られたくなくて。はい、これカレンのために作ったの、チョコレート。え、え、ひかりちゃんの手作りチョコ？本当に？ひかりちゃんが私のために？ハッピーバレンタイン、カレン。これがひかりちゃんの手作りの。手作りの魔法瓶？開けてみて。ここを回すのかな。開けて注いで、あ、出た。何これ。はあ、これって。うん、ホットチョコレート、マシュマロを乗せて。はい、召し上がれ。すごい、飲むチョコレートなんて初めて。いただきます。どう？おいしい。甘
だか懐かしくて。これ最高のチョコレートですよ。懐かしい？うん、初めて飲んだはずなのに、なんだかどこか懐かしい気がしたの。あのね、イギリスにいた頃によく飲んでて、その味を再現してみたの、星見さんと一緒に。チュンチュンと？それじゃあ完全再現ですよ。で、それで最近ジュンジュンとずっと一緒にいたんだね。うん、サプライズできた？サプライズされちゃいました。はぁ、美味しいな。この中にひかりちゃんの思い出がいっぱい入ってるんだ。だからこんなに美味しいんだね。カレン、喜んでくれてる？もちろん。舞台少女のバレンタインは毎年進化中。今年が一番グッドでホットですよ。よかった、星見さんに感謝しなくちゃ。ほっとしたらお腹空いてきちゃった。ところてんいただきます。え、あ、でもそれはカレンがくれたバレンタインだもの。ありがとう、いただきます。ひかりちゃん、寒くない？懐かしい味。だってところてんって夏に食べるものだもん。ほら、ひかりちゃんもホットチョコ飲んで飲んで。でもこれはカレンの。一緒に飲めば二人でイギリスに行った気分になれるでしょ。カレン、うん、美味しい。ありがとうカレン、ハッピーバレンタイン。こちらこそハッピーバレンタインだよ、ひかりちゃん。ほら、帰るぞ、カオル子。帰りまへん。はぁ？何怒ってんだよ。今年はチョコヤツハシが欲しいって言うたのに、結局、なんもくれへんかった。この武将もん、白状もん。はいよ、これ。裏切りもん。え？リクエスト通り、ちゃんと作ったぞ。チョコヤツハシ。なんでなんよ。はぁ？作ってくれたんなら、なんで朝一でくれへんかったんよ。朝一で渡したら、昼休みには全部食べきるからだ。それに、学校でチョコを渡すのは禁止って先生に言われたろ。そういえば。ほら、とっとと帰るぞ。八つ橋には、やっぱ美味しいお茶がないとな。たまにはカオル子が立ててくれよ。チョコ八つ橋の感想、聞かせてほしいしな。まあ、そこまで言うなら、お茶くらい、たまには。まあ。じゃ、帰るぞ。へいへい。おおきに、双葉はん。見つけた、星見さん。あら、神楽さん、ここにいたんだ。サプライズは、うまくいった？うん、おかげさまで。あなたは？おかげさまで。よかった。だからお礼にこれ。あ、その魔法瓶ってあのホットチョコレート？うん、カレンに喜んでもらえた。そのお礼にあなたにもハッピーバレンタイン。ありがとう、神楽さん。実はね、私もあなたに渡すものがあるの。え？はい、これ。ハッピーバレンタイン、神楽さん。いいの？もらって。もちろんよ。開けてみて。うん。あ、これって、カエル？ミスターホワイトよ！確かにちょっと似てるけど。うん。ちゃんとわかってる。トリュフに溶かしたホワイトチョコレートを塗って、チョコペンで顔を描いて。下手で悪かったわね。全然、すごく嬉しい。よかった。じゃあ、私もいただこうかな。どうぞ。はあ、おいしい、本当に。あなたが彼のために作ったのを知っているから、心まで温かくなる気がする。はずれ。え？これは、あなたのために作ったホットチョコ。ほんの少しだけ、カモミールで香り付けして、あなたへの感謝を込めた。はあ、そう。
そうだったんだ。ちょっと不思議な味がするけど、美味しい。それで？私のミスターホワイトチョコは食べてくれないの？ミスターホワイトは食べられない。生物だから食べなさい。ごめん、ミスターホワイト。あ、美味しいこれ。好きな味。よかった。神楽さんへの感謝、いっぱい込めたもの。あなたの彼への気持ちに触れたからこそ、私はナナへの思いを形にできた。ありがとう、神楽さん。感謝するのは私。ありがとう、星見さん。ジュンナ。で、いいよ。え？うん。あ、やっぱり、星見さんでいい。なんで？秘密を分かち合った仲じゃない。もうちょっとしたら。そう。じゃあ、シェイクスピアの話、する？チョコレートとシェイクスピア。それが私たちの共通点。でしょ？あ、うん。望むところ。じゃあ、王立演劇学院のことを聞かせて。リア王やマクベスは、もう演じた？まだ、上級生の演目は見たけど。じゃあ、テンペスト！一年生の時演じた。本当に？何の役？やっぱりプロスペラ？ううん。ファーディナンド王子。結構重要な役じゃない。ねえ。じゃああのシーンのセリフって。ひかりちゃんとジュンジュンが難しい話してる。なんだかチョコレートを作ってる間にすっかり仲良くなったみたい。ひかりちゃんがジュンジュンと仲良くなるのは嬉しいけど、私のことも構ってよ。はいはい、カレンちゃんにもチョコレートあげるからね。へー、エアリアルのその解釈は面白いわね。そうなの、本来の役目と同時に別の視点からのセリフが。こんなバレンタイン初めて。